どんなに頑張っても反り腰がなかなか治らない、そんなお悩みありませんか？そんなあなたは生活習慣でここが抜けているのかもしれません。本日も動画をご視聴いただきありがとうございます。水野です。で、今回は反り腰の方が気をつけるべき生活習慣ということで、特にですね、立ち方と座り方についてお伝えしていきたいと思います。で、今回の内容についてはですね、音声だけでも十分理解していただけるような内容にしておりますの で、運転中ですとか、何かしながらでもいいので聞いていただけると、幸いです。今回はですね、反り腰の方が普段の生活習慣で気をつけるべき立ち方と座り方ということでお伝えしていくんですけども、じゃあなんで立ち方と座り方が大事なのかという話をまず最初にしていくんですけども、人間は基本的には寝ている時間以外っていうのは、立っているか座っているかになっていることがほとんどですよね。そんな人間がほとんどとっている立っている座っている状態っていうのが間違った方法で行われていては、やみ治るものも治りませんよね。例えばですけど、1時間頑張ってどんな素晴らしいエクササイズをしたとしても、残りの23時間を間違った生活習慣で過ごしていれば、それは治らないっていう話ですよね。なので繰り返しになりますけど、今回は反り腰の方のための座り方立ち方っていうことをお伝えしていきます。で、この動画最後で見ていただければ、無駄な時間とか無駄なお金とか使わずに効率的に反り腰の方を改善していけるので、ぜひ最後までご覧ください。では本題に入るんですけども、反り腰の方が立っている時、座っている時に気をつけるべきことは何なのか、これ細かく挙げるとたくさんあるんですけども、もう結論今は一つでいいと思います。で、結論一つ、それは何かっていうと重心です。簡単に言うと体重のかけ方、ここをまず注意してみてください。ではまず最初にですね、ご自身でちょっと確かめていただきたいんですけども、立っている時とか座っている時のご自身の体重がかかっている場所っていうのはどこにありますか？ほとんどの方がもう答え言っちゃいますけど、前側にかかってませんか？立たれている時はどちらかというとつま先側、座っている場合だと太ももの前側、もうひどい方だとかかとの近辺までちょっとこう体重かかっているような方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。例えばですけど、ちょっとこれも想像していただきたいんですけども、結構高めのヒールを履いている女性を想像していただけたらと思うんですけど、高いヒールを履いている女性っていうのは、強制的につま先側に体重がかかるような状態を強いられているはずです。で、そういった女性の方っていうのはバランスを取るために必ずといっていいほど腰を反って体重を少し後ろに戻さないといけないんですね。これは生きている限りですね、全ての人間の方が行うバランス反応っていう反応によって起こるものです。つまり人間っていうのは重心の位置、あるいは体重をかける場所によって姿勢が決まってくると言っても過言じゃないんですね。なのでまず反り腰のある方、あるいは反り腰でお悩みの方っていうのは、この前にある重心を少し後ろ側にかける生活習慣、あるいは意識づけを行ってほしいわけです。ではここからですね、実際の立ち方座り方の注意点、重心のかけ方、体重かけ方っていうのをお伝えしていくんですけど、その前に2点だけ注意点があります。これ絶対に守ってください。言わずもがなんですけど、人の動き方とか姿勢とかパターンとかっていうのは個々によってかなりやっぱり個人差があります。なので今回の立ち方ですとか座り方をやることで痛みが強くなったりする方、あるいは病院でヘルニアと診断されたことがある方、この2つに関しては今回お伝えすることはちょっと見送っていただいてやめてください。次2つ目ですね。2つ目の注意点なんですけど、この後ろに体重をかける重心を持っていくっていうやり方をやるとですね、必ず言われることがあるんですけど、すごく猫背になるから嫌だっていう方いらっしゃるんですけど、そこはもう思い切ってやってください、これなんでかっていうと、反り腰にしても猫背にしてもそうなんですが、普段ずっとその姿勢をとっているということはですね、脳だったり筋肉だったり神経だったりっていうのがですね、もう常にその状態を覚えてしまっているので、脳や筋肉に新しい刺激とか感覚を入れるためにも、まず最初は大げさにやってください。理想は、理想的なその姿勢、骨盤の位置とか腰の位置っていうのに持っていくのがいいんですけど、最初に言ってきます、絶対無理です、いきなりは。
はい、もともと間違った感覚とかが入っているのにそれを中間に持っていくというのは基本的には無理なので、まずは思いっきりやってください。もう振り切ってやってください。で基本的には正常の方っていうのは反り腰になってくれって言ったら反り腰にもなれるし、猫背になれって言ったら猫背にもなれるんです。ここを目指してやってみてください。ではここから、実際の立ち方ですね。どういうふうに立っていくのかって話なんですけど、もうお伝えすることがすごく簡単なので、聞いてくださいね。まず立っているときはですね、普段はつま先側に体重があると思うので、つま先が浮かない程度にかかと側に体重をかけてみてください。この時点ですでにもう、いい反応が出る方もいらっしゃるんですけど、なかなか最初難しいと思います。でさらに余裕がある方はそこから少しお尻を締めた状態でおへそを軽くへころましてみてください。もう軽くでいいです。力いっぱいしなくていいので、お尻を少し締めておへそを軽くへこませる。そうすると比較的腰が反った状態じゃなくてですね、ちょっと軽く丸まった状態に持っていくことができます。なのでまず最初はつま先が浮かない程度にかかとの方に体重をかける。余裕があればお尻を少し締める、お腹を少しへこませる。これが反り腰の方が立った時に意識すべきことです。次、座り方についてお伝えしていきます。座り方についてはまずは背もたれがある場合とない場合でちょっと分けて話をしていきます。で背もたれがある場合はですね、座面、座る側の面ですねになるべく奥までお尻をしっかり入れてください。その状態からしっかりと背もたれを使ってください。背もたれにもたれるぐらいのつもりでしっかり背もたれを使って座ってください。反り腰の方って基本的にはもう背もたれ使わずに浅くかけて、腰を常にこう張ってる状態が多いので、まあ、背中側を休ませるようなつもりですね、はい、後ろにお尻をしっかり詰めて、背もたれにもたれる状態になってください。で背もたれがない場合っていうのは、まあ、なるべく深めにかけていただいた状態で普段の前側にある体重ってですね、お尻側のギリギリぐらいまで、はい、体重をかけてみてください。でこの状態までいくと、まあ、かなりこう背中が丸くなった感じがするっていう方いらっしゃるんですけど、まあ、それでもいいんですけど、まあ、それがかなり気になるっていう方はそこから無理しに腰を伸ばすんじゃなくて、後ろ側にお尻の後ろギリギリに体重をかけた状態で肩甲骨だけ軽く後ろに寄せてやればそれで OK です。はい、無理やりじゃなくてですね、軽く寄せる程度で OK です。これが反り腰の方がやるべき座り方になります。はい、ではまとめなんですけど、今回は反り腰の方がやるべき生活習慣の中で特に立ち方と座り方についてお伝えしていきました。じゃ気をつけるべき点は何なのかっていうと、重心、体重のかけ方を少し後ろめにするっていうことですね。これをしっかりやっていただければ、今まで間違った、刺激とか感覚が入っていた脳とか筋肉とか神経に対して新しい刺激、感覚っていうのが入るんで、それだけでも体って変化がすぐに出てくることがあります。なのでこれを動画見ている方ですね、もう今やってください。はい、今すぐやってください。ですぐこれをやっていただいて継続することでどんどん新しい感覚が入ってきて、体の動かし方とかも分かってくると思うので、ぜひやってみてください。はい、ではですね、今回はこれぐらいにしたいと思うんですけども、まあ、今回の内容を聞いていただいて、やっていただいて、ああ、効果があったな、良かったなとか、まあ、初めて聞いたとかという方いらっしゃったら、グッドボタン、コメント、あるいはチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。で次回からはですね、以前分けた反り腰の A タイプと B タイプって分けたと思うんですけど、その A タイプの方がやるべき運動だったり、B タイプの方がやるべき運動、エクササイズっていうのをお伝えしていきたいと思いますので、楽しみにしていただければなと思います。では今回はこれぐらいにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。では。